松尾チャンネル。はい、皆さんこんにちは。松尾チャンネル第140回目ですね。今日は2月の5日水曜日、皆さんにいろいろ関心事はたくさんおありになると思うんですけどもね、世の中もう本当にパンデミックの不安感がね覆い尽くされてまして、もう本当にね、今日もまたどっか横浜のね船の中でいっぱい患者そういう感染者が見つかってね、検査しなきゃいけないみたいなね、もう本当にね、いろんな毎日毎日ね、データもどんどん死者の数が増えたり、そういうね感染者増えていきますんでね、まあ、それで要するにそれを見ながらその投資家も右往左往を今までだいぶしてきたんですね。これがちょっとね、少し変わってきたというところ、ここ今日あたりはですね、まあ、日経平均は今日23,319円というところでね、まあ、234円高というところで意外な展開を示しましたね。まあ、これはまあ、ニューヨークダウが非常にこう堅調に上昇しておりますんでね、まあ、そういうシンクロする日本の株式市場ですので、まあ、ちょっとこう上昇、意外な上昇になってきたと。まあ、ニューヨークダウについては、まあ、ベースはね、やはりそれは確かにね、パンデミック怖いねということで一旦ちょっと調整入りましたけどね、まあ、そんなに大きな動きにはならなかったというところが一つありますね。それと同時にやはり根底になる景気がまあ割としっかりしているというところもありますし、アメリカの民主党がちょっとちょんぼしましたよね、これ。まあ、それで集計が遅れて、これはトランプさんにだいぶね有利に働くということで、まあ、いよいよ11月に向けての、まあ、大統領選挙に向けてのトランプ再選というね、まあ、そんな流れがねどうもこう方向としてちゃんと見えてきてるなというところですね。まあ、そんなことをちょっと交換しながら株式市場、まあ、ニューヨークダウが堅調になり、しかもナスダックはですね高値更新という、ね、動きですね、9485ドルという高値をつけましたね。まあ、そんなところで、まあ、それが日本の株市場にも影響したというところですね。まあ、全体相場がこういう形で、まあ、一時ね日経平均も 22,775 円というところまでね、調整を入れたんですね。これは2月の3日ですね。まあ、2月の3日って何の日だったかなって皆さんもご存じの通り節分だったわけですね。まあ、節分でいわゆる皆さんね豆まくんですけどね、まあ、鬼は外とまくんですね。で、まあ、他のちょっと他のメディアなんかでもねウイルスは外だとかね、言うわけですね。まあ、ウイルスも外もいつまでもねその鬼のようなこのウイルスにこう対峙してね、戦々恐々とばかりしてられないということで、節分を機にね、まあ、ちょっとこう相場入れ替わるっていうのはそんな感じで動き始めたなという感じですね。まあ、節分でちょっと暗くなったんでブルー節分みたいなね、そんな感じで株価的には日経平均も安値つけたんですけどもね、そこから今日は、まあ23,319円ですからね、まあ、そこそこ戻ってきたなというところですね。本当にね、まあ、その節分でボトム打ってて、普通は節分天井っていうんですけどね、節分でちょっと目先的にはボトム打ったなという感じですね。そこからのリバウンド相場、まあ、その中で個別の銘柄もねいろいろ今日、まあ、見てますとね、いろんな動きがあるんですけども、この私たちが取り上げておりますこの演奏会っていうね株の同好会があるわけですけど、株の同好会の開放誌に時々ね、取り上げておりますけれども、バーチャレックスですね、6193。まあ今日はね、今までちょっとねバーチャレックスなんか低迷してたんですね。600円どころまで株価が調整ずっとしてきてですね、今日いきなりですね、まあ終わりねストップ高ということでね、718円、終わりねのところ終わりでまた2800株ぐらいですか、買いを残したという形でちょっとこうこじんまりとねストップ高になりましたけども、なんかそういう新たな手がね、この株変な動きするわけですね。非常に激しく動きますね、安くなってきたなと思ったら一気にこうストップ高、激しい、ね、動きをする銘柄が今日はね動いてきたなというところですね。それからよく取り上げ最近よく取り上げている銘柄リンクバル60446ですね。これも意外とですね、まあ、やはり先般節分の日にね、値段的には361円という値段まで突っ込んだんですね。まあ、そこからですね一気に今日400円台まで上がってきましてね、今日終値は403円、14円高というところで終わってるわけですね。まあ、これもですね、まあ、なんで上がってるかっていうのはどうもこう読めないんですけども、実は今日決算発表第1クォーターの発表を予定していると
いうところで、今日まだね数字を私見てないんですけども、まあ、それを 見ながら今日株価動いてますんでね、中身みんないいのかなとかねいうところで、多分まあ引けてますんでもうね、後でこう皆さんもぜひねチェックしていただければと思うんですけどもね、いつまでもねこのこと消費が、まあ、やっていこうというリンクバルなんですけども、まあ、世の中この暗いパンデミックのね、コロナウイルスの新型コロナウイルスでもう大変にこう暗いムードの中でなんとかこう明るいムードにしていくっていう方向性でいきますとね、この会社は絶えずね、なんて明るい方向に持っていこうというね、マチコンの会社なわけですね。まあ、マチコンの会社ということで、まあ、先般東北大震災の時もそれをきっかけに、あの第三次の後にこのマチコンで盛り上げていこうというね、まあ、そんなことをやってみんないろんな注目されたという流れがあるんで、まあ、こんな出来事があったらこういう会社がむしろねこの後は活躍するんじゃないかなんてね、そういううがった見方もできるんじゃないかと思うんですね。まあ、こんな形でちょっとこう今日あたり個別に見ますといい動きになってるなというところですね。それからまあ逆にねマスク関連、まあ、ここのところねマスク関連銘柄、まあ、それから除菌だとかね、防護服だとかいろいろね特会引っかいでそのかなり、激しい値動きをしてきたわけですね。その中で、例えば貢献ですね、7963がですね、今日は本当に大変な波乱で、まあ、先般4000円以上まで値段が株価ついてたんですけどね、あっという間に急落の動きで今日安値が2221円ですからね、ほぼ半値まで急落してしまったと。まあ、株出来高は157万株というところですね。まあ、高値ついて4日後にこの半値ですからね、私はあの私ダジャレ時々言いますけどもね、この会社のコード番号7963ですからね、まあ本当に高値掴みしたら大変なことになりますよって話をしました。泣く無残に、ね、ならないようにって気をつけてくださいねっていう話をしておきましたよね。まあ、その通りかなり激しいね急落を演じたというところが本日ですね。まあ、その他の除菌関連だとか、まあ、いくつかこれまで動いてきましたけどもね、軒並みそういうちょっとパンデミック関連という動きの銘柄が調整に入ってきたというところですね。まあ、ただね逆に調整が続いている銘柄と逆に、パンデミック関連の中で一つだけね割と堅調だったのが帝国繊維なんですね、3302。私はなぜ帝国繊維が上がらないのかなっていつも不思議で見てたんですけどね、まあ、今日は強含みで終わったと、まあ、2518円、30円高ですか、まあ、そんな形でちょっと出遅れてるというか 逆にこうあんまり元気なかったような銘柄が少し元気よく動いてきたというところなんですね。まあ、そんなことで個別の銘柄見てましても非常に面白い動きになってきてるという状況が見られますね。別にね全面安するということじゃなく、それから全面高にすることもないし、まあいろいろ個別の銘柄ごとにね動きが違ってますんでね、まあ引き続き私も皆さんに個別の銘柄の話をしていきたいと思ってまして、まあ視点としてね、まあちょっとこううがったちょっとやり方としてはちょっといいかどうかよく分かんないんですけどね、まあちょっと昨日ね岡山までね出張してきまして、まあ一社まあ、刑事情報という会社ですけどね、2408、まあ、社長とちょっと面談をさせていただいたんですけれども、まあ、私どちらかというと赤字がね続いている銘柄って日本にはね320社ぐらいあるらしいんですよね。上場企業のだいたい 9% は赤字なんですね。でこの赤字企業の中にこの刑事情報も実は入ってまして、2期連続赤字というのを12月決算で、ね、終わった期で、なっちゃったというところでね、社長がどんな顔をしているのかみたいなねちょっとこう気になってですね、まあ、ちょっと他の用事もあったんでちょっと、取材に行ってきたというところでね、まあ、今期は黒字になるというところでね、赤字から黒字にちょっとこう転換するんだけども、まあ、なかなかねこれからちょっと面白そうなこともやっているということでね、一つは技能労働者っていう外国人のね方日本に迎え入れてね、まあ、人手不足の中で技能労働者の皆さんを、まあ活用していくと
いうような流れがあるんですけども、この会社もね、そういったビジネスをやろうとしてますし、なかなかね、ちょっとまだね成果が生まれてない、赤字が2期も続いたなということで、まあ、社長が相当悲惨な顔してるかと思ったんですけど、意外とね、まあまあ、これからこういったことをやるんだというような話をお聞きしてですね、まあ、結構元気よくお話しいただきましたんでね、ただなかなかそれが一気にうまくいくかどうかっていうのはまだ別の話なんで、まあ、今期の後半ぐらいから少しね数字的には良くなってくるというような見通しを出されているというところですね。まあそんなんで株価的にはもう大変な今安値のところでね、350円ぐらいですからね、まあ、高値から半値以下に落ち込んでおりまして、時価総額も225億以下で、キャッシュを45億くらい持ってると、キャッシュより時価総額が25億で低いと、こういう株はねやっぱりねコツコツとこのあたりからはね、まあ面白いかなというふうに私は考えてはおるんですけどね、いやそんな赤字の株なんか面白くないって言われるもしかしたら方もいらっしゃるかもしれない、だけど、まあ、そんな見方として私はちょっといろいろ企業を取材したりしてやってるという状況です。まあ、今日ね、まあ、ちょっと今日松尾チャンネルとしてはこのぐらいにしておきたいんですけども、別バージョンでね141回目っていうのもねこれからちょっと収録しようと思ってるんですが、まあ、技能労働者の話で、まあ、海外のね、皆さんの受け入れとかいう話しましたけどもね、日本と海外のつながりっていうのをね、非常にこれから大事になってくると思うんですね。特に、まあ、中国はちょっといろいろ大変な問題なんですけども、 ASEAN の国々、これについてはねこれから日本といろんな連携をしていかないといけない、まあ、そんな流れの中で今日ね、お一人、学生さんなんですけどねお迎えした方がいまして、今日141回目でねこれからちょっと収録しようと思っておりますのでね、引き続き141回目もねぜひご覧いただきたいと思います。まあ、そんなことで140回目の松尾チャンネル、このぐらいにしておきますのでよろしくお願いいたします。本日は以上です。